はい、どうも皆さんこんにちは、二の舞です。突然ですが皆さん、僕ね、普段ドラムレッスンをやってます。で、その僕のね、とある一人の生徒さんのね、動画をちょっとね、見てほしいんですよ。その動画がこちらになります。はい、こちらね、マリーゴールドの演奏動画になります。皆さんね、今の生徒さん、ドラム歴どれぐらいだと思いますか？実はこの方ね、ドラム歴まだ半年なんですよ。いや、半年でこのね、演奏って結構すごくないですかって僕思うわけですよ。もちろんそのね、曲を間違えずにちゃんと叩けているっていうところもそうなんですけれども、やっぱそのなんて言うんだろうな、リズムにしっかり乗れている感じがあったりとか、あとはこうスティックの振り方とかもですよね、まっすぐと大きく振れている、うん、で、あのそのドラムの音色とかもしっかりとね、いい音で鳴らせているっていうところから、いろいろとこう初心者感がない、しっかりとした叩き方で演奏できているかなというふうに思います。いや、僕もね、この演奏を見た時に結構ね、びっくりしました、マジで。しかもこの方ね、社外人で結構ね、忙しくて全然ね、普段ドラムの練習時間取れてないということなんですよ。なんでドラム歴半年で、しかもそんなに練習時間が取れていないのに、こんなにね、しっかりしたとした演奏ができるのかっていうところ、うん、今日はね、それを話していこうかなというふうに思います。ぜひね、なかなか忙しくてドラムの練習時間が取れないと、うん、普段悩まれている方、最後まで見ていっていただけると嬉しいです。ちなみに最初にちょっと軽く宣伝なんですけれども、私ね、YouTube のメンバーシップ機能を使ってオンラインレッスンっていうのもやってます。ドラムを始めたばかりの人から長年やってる人まで、誰でも自分のペースでコスパよくドラムが上達できるように、譜面付き演奏動画やグループレッスン、個人レッスンなど様々なね、コンテンツをこちら用意しております。興味がある方は概要欄のリンクから詳しい説明の動画や無料お試し版見れるので、よければね、チェックしてみてください。ということで、宣伝もいい感じに終わったところで、早速本編行ってみましょう。はい、ところね、ドラム歴半年のこちらの方が、なんでこんなにね、上達できたのか。まあ、いろいろなね、もちろん要因があると思うんですけれども、僕的にね、一番でかかったのは、曲をしっかりと覚え込んだからなんじゃないかなというのを思いました。というのも、この方にね、いや、めっちゃうまいですね、みたいな。どんな練習してたんですかっていう風に聞いたら、いや、そのドラム自体を触る時間は全然なかったんだけれども、毎朝、通勤時間、この方ね、車で通勤してるらしいんですけれども、その車で通勤するときに、ね、曲を聴きながら、こう、指ドラムで、こう、イメトレをね、毎朝してたらしいんですよ。これがね、めちゃくちゃ大きいんじゃないかなというふうに僕は思いました。要はその毎朝こうやってイメトレをしていたことで、もうね、曲をね、バッチリ覚えていたわけですよ、この方は。このね、曲を覚えるっていう行為はですね、ドラムを叩く、まあドラムだけにじゃないんですけれども、楽器を演奏する上で、めちゃくちゃ大事なんですよ。いやいや、二の舞と。いや、そんなね、みんな曲を覚えてなかったら演奏できないんだから、みんな曲なんて覚えてるに決まってるじゃん、というふうに思うかもしれないんですけれども、ここでの覚えるっていうのは、まさにね、この方みたいに、もうめちゃくちゃ聞き込む。めちゃくちゃに聞き込んで、もうそれね、何も考えなくても、こうなんか自然と手が動いちゃうみたいな、うん、そのレベルで覚え込んでほしいっていう話なんですよ。それぐらいもう何もね、考えなくても手が動いちゃうぐらい覚えていると、そのね、曲のフレーズ次なんだっけっていう風に思い出す作業に脳みそを使わなくてよくなるので、その分こう余裕ができるわけですよね。で、その余裕が出ることによって、非常にそのね、ポテンシャルというか、うん、自分のパフォーマンスを最大限発揮しやすい状態になるんです。
まさにこれはいろんな生徒さんを見てきていてもそうだし、かつ僕自身のね経験でもあることなんですよ。僕よくねメインチャンネルの方でドラムを叩く生配信っていうのをしておりまして、でそれやってる時にこう視聴者さんからのねリクエストでこれやってくださいみたいな、ね、それに答えて、曲を演奏するみたいなことがあって、そうなるとですね結構その聞いたことない曲だったりとか、もしくは全く聞いたことないわけじゃないけどでも自分でちゃんとね聞いたことはなくて、なんかそのドラムのフレーズもうろ覚えみたいな、うん、そういう曲をその生放送でねパッとやる場面ってあるわけですよ。でそういう曲の場合っていうのはやっぱりどうしてもあれこの曲って次、うん、サビだっけそれとも C メロに行くんだっけみたいな、そういうのだったりとか、あともしくはあれここの次のフレーズってなんだっけみたいな感じで、そっちにねどうしてもその脳みそっていうのを持っていかれるので、リズムだったりとか強弱だったりとか、もしくはねこうスティックをどういう風に動かすかみたいな、そういうところまでどうしてもこう気が回りにくくなるんですね。僕もね結構ドラム長いことやっていますけれども、やっぱり長いことやっていてもそういう風になってしまいます。これがね特に初心者の方であれば、やっぱりそのドラムそもそも不慣れっていうところもありますし、かつその意識することっていうのもやっぱり多いわけなので、この曲をしっかりと覚えてるか覚えてないかっていうところの差は非常にね大きく出るかなというのを思います。で、あともしくはですね、曲をそもそも覚えるか覚えないかとかいう問題の以前に、いや、俺はいつもこう楽譜を見ながらこうやって演奏してるよ。うん、だから別にそんな覚える必要ないよっていうふうに思う方ももしかしたらいるかもしれません。ただこれに関しても僕は絶対ね、曲は覚えていた方がいいと思っていて、っていうのもそのね、譜面をリアルタイムで見ながらこうね、パッと演奏していくっていう、これはかなりね、そもそも難しいことなんですよ。うん、それこそね、プロの方なんかは、その場でね、渡された譜面をパッと読んで、こうパッと叩くみたいなこと結構あるんですけれども、それはその方がかなり経験を積んでいて、かつもう楽譜もね何百枚と読んできて、で曲も何百曲と演奏してきてっていう、こう土台がある上でやってるからパッとできるわけであって、初心者の方がこうね、楽譜を見ながら演奏するっていうのは結構難易度が高いと思います。特にドラムの場合はこの辺に楽譜を置いたら、こうドラムをねノールックで、言ってみたら演奏することになるし、ドラムの方を見てでまた楽譜に目を戻した時に、その自分の今演奏しているところにちゃんと戻れるかとか、そういう問題もありますし、こういった諸々の理由から正直ね、初心者の方が楽譜を見ながら演奏するっていうのはかなりね難易度が高くなってしまって、これもまたそのね、そこに脳みそがリソースを使っちゃって、そのね、パフォーマンスを活かしづらいっていうことになりますから、個人的にはあくまでも楽譜はメモ代わりというか、最終的にはその曲をねしっかり覚えて叩くっていう、そこを最終的なゴールにしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。うん、もちろんね、最初にも言ったようにこの覚えることができてればもうオールオッケーかっていうと、もちろんそういうわけではないですよ。ただそれをやったりとか、もしくはねその曲のフレーズを何回か練習したりとか、そういう風にね自分でしっかりと練習していたとしても、曲をね覚えていなかったら、その基礎練とかでやった成果っていうのがやっぱりなかなか出づらくなってきます。うん、なかなかその自分のねパフォーマンスっていうのを出しづらくなってきます。なのでせっかくね自分のその練習したフレーズとか練習したねこう基礎の感じとかを最大限その曲の演奏するときに活かせるように、まずはしっかり曲を覚えましょうねっていうね、うん、それが今回のね僕の一番言いたい内容でございました。でしかもやっぱりそのドラムっていうのはね、家にドラムセットがある人も多くはないと思いますし、スタジオにね行くってなったらお金もかかりますから、なかなかそのいつでもどこでもドラムの練習ってできるわけじゃないじゃないですか。ただこの曲を覚える作業に関しては別に、まあいつでもとは言いませんよ。もちろんだってね、授業中とか仕事中とかには曲聴けないから、そういう時にはできないけど、ただドラムの練習するに比べたら、だっけみたいね、通勤中とか、もしくは寝る前のちょっとした時間とか、そういう短い時間でできますから、ぜひこの曲を覚えるっていうところをね、皆さん重要に考えていただきたいなというのが今回の動画の内容でございました。はい、とまあこんな感じで今日はですね、ちょっと短めではあるんですけれども、時間がなくてもドラムが上達する方法として、曲を覚えるのがとにかく大事だよっていうお話をさせていただきました。うん、ぜひね練習する時間がなかなか取れないっていう方は、このね曲を覚えるっていうところだけでも頑張ってやってみていただければなと思います。はい、とまあこんな感じでこのチャンネルではドラム初心者に向けた動画たくさん作っておりますので、よければチャンネル登録お願いします。それからね、冒頭でも軽く話したんですけれども、私ねオンラインレッスンっていうのもやっております。興味がある方はね、概要欄に説明の動画貼ってありますので、よければそちらねチェックしてみてください。この動画に関する意見感想を質問などありましたらコメント欄書いていただけると嬉しいです。それではジラの動画でお会いしましょう。おつまいバイバイ。